一方の愛媛 FC、 佐野吉監督の言葉にもありました、守備の組織面を確認した1週間だったということです。2試合ぶりの勝利を目指して今日は戦います。7試合ぶりの勝利を目指す琉球か、降格圏脱出か愛媛か。試合が始まりました。藤本受けてスルーで近藤、勝負、シュート打ってきて、アウトのセービング、最後は福井の足に当たりました。樋口監督もマイボールに変えろという大きな声が飛んでいます。ファールはない、奪い返した、富所前を向く、シュート打ってきたのし、キーパー弾いています。そのあたり守備を一新してきた愛媛と攻撃を改善したい琉球、後半のキックオフです。琉球のキックオフで始まりました。スペースに池田走り出していました。赤嶺中央で受ける、後ろからペッシング受けますがファールはない、池田前を向く、エリア内、無理には上げませんでした。沼田、柔らかなクロス、逆のサイド、金井のシュート、場内が沸きます。赤嶺の足元へのパスから始まったんですよね、はい、愛媛の3バックのセンターの栗山はね、かなり愛媛の本当に、山瀬はまだピッチに入っていません、失礼しました。ここで入りますね、高木に代わって33番、茂木の素晴らしいプレーがありました。そして前を向いた山瀬、縦へのボール、藤本、推進力がある、福井を抜き去る中、山瀬がいる、山瀬のシュート、どうか、決まった、山瀬浩二、22年連続沖縄に駆けつけた愛媛 FC のファンの前で、山瀬からセンターへの藤本へのパスから始まりましたよね、はい、このパスの質も良かったですし、藤本がこのままね受けて、ここで山瀬から藤本ですね、自分たちで左側を攻めるんですよね、はい、この時に一瞬触られたんですけど、振り切るだけのスピードはあった、そして冷静にセンターを見てフリーの山瀬というところですが、これ本当に決めるのも簡単ではないですけれども ねよく隅っこに流し込みましたね。藤本も落ち着いて見ていましたし、至って簡単にシンプルなカウンターが成立したゴールでしたよね、ええ、琉球はとにかく攻めなくてはいけない時間帯です。一方の愛媛、降格圏脱出へ、自陣には田口、ゴールキーパーのみ、そしてここで試合終了のホイッスル、愛媛 FC、 山瀬浩二の